皆さんこんにちは、レイケクです。トリルのパレンケにマグロの刺身を買いに来ました。怪しい格好ですいません。これね、本当はね、サンバイザーじゃなくてフェイスシールドなんですけどね。今日はね、雨が降りそうで天気もあんまり良くないですしね、人もね、あんまりまばらでいませんね。まあいない方がいいんですけどね。かなりね、ここ入場も規制されてるんですよ。ではね、これからね、中の方にね、入りたいと思います。はい、そしてここがマグロですね。あなたに行かんかね、ジェンさん、ジェンさん、ピラミピラミ460 460 460 460。そしてどれがいいかなとね、選んでます。うんさまよ、うんさ、カニ、カニならん、ああ。ピラカボーカラキロシャ。あ、タナウサカキロナ。あ、パレハノ。新鮮なお魚がいっぱいあります。やっぱりね、パレンケの中っていうのはね、活気がありますね。こういうタイプもね、生食用なんですけれども、これはね、もう細切れにされてるので、刺身にはね、ちょっと向かないんですね。はい、そして買ってきたマグロはこんな感じでね、クーラーボックスの中に入れます。で、このマウンテンデューのボトルはね、これは家で凍らしてあるものです。これは基本的にですね、日本に輸出用のものの形が不揃いのものですね。それをパッケージにして売ってるんですけども、クオリティはね、決して悪くはないんですね。これは、はい、これは酢飯のタレですね。米3合に対して、日本のお酢を大さじで4杯、砂糖を大さじ4杯、あと塩は小さじで 1.5 入れたものがこれです。で、これからね、これをよく混ぜ合わせます。このね、酢飯はご飯がね、熱い時にね、混ぜなきゃいけないんですね。これがですね、さっきの酢と砂糖と塩を混ぜたものですね。で、これをかけ流していきます。まんべんなくね。はい、そして混ぜ合わせますね。熱をね、これで、冷ますわけですね。仰ぎながら、仰げば尊しということですね。これでだいたい 350g ぐらいですね。2人分です。で、柵ではないので、かなりね、切りづらいんですけどね。まあ、なんとかそれなりに、カットしようと思います。こういう感じでね、筋に対して、垂直に、そして斜めにね、カットしていく。こういうような感じですね。まあ、うちそんなね、いい包丁はないんですけれども、まあ、なんとなくね、それっぽいような雰囲気にはなってます。まあ、日本みたいなね、しっかりした柵ではないので、日本みたいにね、綺麗なね、切り身にはならないですけどね。まあ、こんな感じですね。
はい、漬けのタレです。この中身はですね、醤油が大さじ2、酒が大さじ2、みりんも大さじ2、あとはあの生姜をね、すったものです。私は生姜好きなんでね、生姜ちょっと多めに入れてます。そしてさっき切りましたね、あの形の悪いところはこんな感じで、漬けにすることにしました。漬け丼にします。はい、ちょっとインチキしますね。この型で握ろうと思います。この商品はですね、もう何年前か忘れたんですけど、10年ぐらい前に、日本のね、100均で買った商品です。はい、こんな感じでね、容器にご飯を詰めて、でこれで蓋をするわけですね。パコッとで押して、でこれを外すと、で外してひっくり返して、これ押すとこんな感じでね、ご飯が落ちてきて、形としてはね、均等にできてるんで、やっぱりインチキなんだけど、これいいです、なかなか。はい、漬け丼が完成しました。さっきの酢飯の上に、形の悪いねマグロを乗っけて、あとはネギと白ごまですね。はい、なんちゃって寿司の完成です。ちょっとね、ご飯の量が多すぎておにぎりみたいになっちゃったんですけど、まあ気にしないで食べます。で、こちらはね、漬け丼ですね。で、生姜がないんでね、これ付け合わせのアチャラって言うんですけど、あのパパイヤの酢漬けです。こんな感じでね、いただきます。いただきますね、これ。いただきましたね、実はもうね、食べてるんですけどね。